どうも、こだまるです。きーたろです。今日は JO1 のドキュメンタリームービー未完成の本予告が公開されたので、そちらの話をしていこうと思います。いや、ドキュメンタリー好きとしては、やっぱこうやって予告出されると、内容としてはなんかすごい楽しい感じではないとは思うけど、やっぱちょっとね、見たいなって思ったね、強く。いや、そうだね。もうこの予告、1分半の予告の中だけでもういろんなシーンとかいろんな言葉とかもう、ね、めちゃ早く見たいってなったわ。まずはさ、純喜の Born to be Wild からさ、もうこの間のさ、マカリのライブの冒頭、オープニングだけど、やっぱこれもうパンチ効いてるからもうなんかいろんな幕開けにふさわしいよね。そうだね、めっちゃ思った。なんかさ、ボントゥビ、こう純喜の素晴らしさもだし、ボントゥビの曲のイントロの素晴らしさもあるよね。あ、もうこれもオープニング持ってこいだね、もう今更だけど、うん、そうそう。それでさ、てか そもそも もうライブのオープニングが素晴らしいって話だけど、これになったらそうだ、ちょっとあかんでもさ、この横一列で歩いてくるところを最初に使ってくる感じも本当始まりって感じがして、うん、なんかね、いや、なんかエモさの連続だよね、本当に。そう、しかもこのね、その予告ムービーだけど、ファンと対面したこのタイミングを使ってくる感じもなんかいいよね。やっとの有観客ライブだぜみたいなね。うん、そう、ここでジャムと対面したぜみたいなゼクチョそうそうそう、ゼシバリなまあで、そこからさ、もうほんと最初のなんかさ、コロナ禍が直撃したっていうのもあるし、もともと仲間とかじゃなかったから、このグループで大丈夫かなみたいな不安を感じるようなインタビュー内容とかだったじゃん。うん、そうだね、やっていけるか分かんないみたいな、このメンバーだとやっていけるか分かんないかったみたいなね。そう、てかね、そもそもさ、そのインタビューの言葉たちがさ、結構全部、ま、強いというか衝撃的というか、なんか全部聞き逃しちゃいけんみたいなさ、割とパンチ効いたワードだったよね、うん、全部。そう、もう本当になんかみんなバラバラに集まった11人だからみたいなそう、どこかそっけない。そう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 、あのさ、そこで言うと、レン君の思ったように活動ができなくて行った時のなんかね、ラポネのスタジオで、まあ、ラポネの練習室でなんか座ってすごいね、目をスンってした目をしてるレン君がいるんよ。あー、みんなのダンス見ながらね。内容的には多分ダンスをちゃんと見てるんかもしれないんだけど、うん、そのセリフとともにあのスンの目はもうなんか悩んでる顔なんよ、私から見たらもう編集がうまいうまい。そうなそうだね、この言葉聞くとなんかもうそういう顔に見えてくるよね。でもなんかさ、こういう声、なんかインタビューの紙面とかでは、この間の日経エンタのインタビュー記事とかそういったのでもあったけど、やっぱなんか音声で聞くとちょっとやっぱなんかすごい、さっきも言ったけどさ、やっぱグッとくるよね。うん、確かに、もう表情とかからももう伺えるもんね、やっぱマジだったんだみたいな。なんか当たり前なんだけどさ、うん、だってマメちゃんがもうこんなはずじゃなかったみたいな。いや、そうなんよ、マメちゃんがこんなはずじゃなかったって。いやいやいや、それだけやっぱりコロナ禍でなんかいろいろ思うことはめっちゃあったんだろうね。うん、そうだね、だってオーディションでマメちゃんなんてさ、1位でさ、センターでデビューって決まったマメちゃんですら、こんなはずじゃなかったって思うってことだもんね。いや、そうだよね。いや、なんかさ、こんなん聞いたら泣くしかなくない？もう、いや、そうだ、もう予告だけでもうなんかめっちゃうるっときたもんすぐ泣くじゃんそうそうそう、もうね、ドキュメンタリーでこういうさ、なんか過去の苦悩とか語られたらもうそりゃ泣くよね。泣くよ、もうジャム多分全員泣いてるよ、もう。うん、いや本当に、だってコメント欄とか見てももう予告だけでみたいな、もう予告だけで泣いたとか、もうそういう声がめちゃくちゃあるからね。しかもさ、なんか動画のこの予告の公開12時とかで夜じゃん、うん、夜はもうさ、エモさがさらに爆発するからそうそうそう、もう寝る前にこんな見てしまったらもうね、布団の中で泣いちゃうよねいや、そうだね、確かに。そこでさ、リーダーの翔くん、ヨナがさ、なんかデビューしたのにデビューしてないんじゃないかみたいな。いや、これもまあ強いよ、パンチが。ねえ、リーダーがそう思ったってことだもんね。へえ、なんか、もうなんかほんと気になりすぎてさ、その前後のさ、すべての言葉知りたいんだけど、今すぐ。わかるわかるわかる。苦悩するところを見るん辛いけど、でもなんか、見たいもんね、そういうところ。うん、やっぱ本音とかがね、聞けるからね。
実際はこうだったけど、この時本当はどう思ってたかみたいな。あーそうだね、うん、うん。てかさ、見返したけど編集うますぎてさ、デビューしました、うん、わーでさ、みんなが YouTube ライブかな配信で出てわーってやっててのヨナのデビューしたはずなのにのなんかさ、うますぎるんよ。あーそこはすごい、そう、賑やかなんだけど実はみたいな、うまくない？あーそっか、なんかもうヨナの言葉に引っ張られて、確かにその前後っていうかその前からの関連で考えてなかったけど、確かにそうだね、表と裏じゃないけどみたいな。そうだね、だってあれはそっか、デビュー多分あれでね、フラゲの結果っていうかデビュー日に配信するやつだもんね。あーそっか、だから本当デビューしましたって華やかに見えたけど、実際はデビューしてないんじゃないかみたいな。そう、やっぱあんだけさ明るくて楽しそうにやってて、そう、なんかよかったね、1位取れてよかったねとか、そういうのをうちら見てたじゃん。うん、でもってとこだもんね。いやそうよ、今だからこそなんか落ち着いて見られるみたいなところもあったりするんかな。確かに、なんか最近の日経エンタの記事とか感じだと、うん、なんかメンバーの絆もすごい深まってるっていうことを言ってるし、うん、まあ、後半ドキュメンタリー多分そういう感じになるんじゃないかなと思うけど、まあ、確かにだからこそ言えるみたいなね、あるよね、うん、そういうの。わかるわかる。当時その同じ言葉を聞いたら多分もうジャムも不安になってたと思うけど、当時その言葉を聞いたらつらーってなってたかもしれんけど、今だったらね、ちょっといい思い出、まあいい思い出、まあちょっとそれは早いかもしれんけど、なんか一つの出来事としてちゃんと飲み込めたらいいよね。てかそのさ、雰囲気がいいっていうのは大切かもね。今がなんか今も雰囲気悪かったら、うん、現在進行形でやばいみたいな、なんかでもさ、そういうのって多分ファンも絶対わかるじゃん、その不穏な感じとか。あ、でもデビューの当時うちら悩んでるなんて、そこまでさ、ここまで苦悩してるって思ってなかった、私がかもしれんけど、そういう風に表では見せないようにしてくれてたのは絶対あると思うよ、 J1 が。そういう苦悩はそうだね、隠してくれたけど、不仲はなんか私バレるような気がするよね。あ、でもそうだね、それは結構、うん、あ、まだちょっとぎこちないなみたいなところはなんか結構感じ取ってはいたかも。で、まあ、ボントゥビで一転して新曲がさ流れ始めるじゃん。ドキュメンタリーにふさわしい飛べるからっていう主題歌がさ、うん、流れ始めるじゃん。そのさ、なんかあの急にパーンってさ流れるのずるいよね。わかる、めっちゃいい曲だしね、しかもね。そう、いい曲だね。ドキュメンタリー映画の曲ってめっちゃいいんよ。なんつうの、 AKB もさ、少女たちよとか、俺少女たちよ大好きなん。少女たちよねそう、あれめっちゃくちゃ歌詞もいいよね。だからほんとなんかこの飛べるからも、そのドキュメンタリー過去、そのこれまでのね、そのドキュメンタリーっていうか、そういう J1 を書いた曲なんかなとか思うと、うん、いやこの曲もすごい期待できるね。いやそうだね。でさ、しかもこの盛り上がったタイミングでなんかスカイがパーンって出てくるじゃん。あ、確かにスカイってなったもん。あ、わかるわかるわかる、待ってるよみたいな。あ、そうだね、なんかスカイの声も聞こえたしね、インタビューの、うん、でさ、まあ、そっからさ Go to the top の流れになるじゃん。そこでもう俺が一番もう衝撃っていうか、まあ、あのびっくりしたっていうか、なんか印象に残ったのは敬語の、じゃあ世界に行ったら終わりなのっていう。いやー、なんかさ、敬語そういうとこあるよねそういうとこって言ったらあれだけどめちゃめちゃ知っとるやん、敬語のことその本質的なところをついてくるというか、そう、なんか鋭さがある感じ。確かに一歩ちょっと立ち止まって見てみるみたいなね。でも分からん、敬語がどういう流れでこの言葉を言ったんか分からんけど、確かにその Go to the top とは言うけど、 Go to the top っていう言葉だけが一人歩きしちゃったらあれだしね。うん、なんか実際目指してるけど、まあその先みたいなことなんかな。ああ、そうだね、すごい質問投げかけてくるじゃん敬語。いやーそうだね。でその後、まあ、木俣くんがさ、これからもついてきてくれますかっていう、もうそれもさ、なんかついていくよみたいななんかさ、うん、すごいいい言葉だよね、投げかける。ねえ、あれはそう、幕張のライブの時だよね。いやー、うん、いいよね、あの泣いてる、なんかいつもひょうひょうとした木俣が、あの感じがね、めちゃいいのよ。でさ、今回未完成の YouTube の概要欄説明のところにさ、結構ね長い文でこのドキュメンタリーの紹介書いてあってさ、まあ、世界の頂点を目指す11人が静かに力強く駆け抜けた2年間の奇跡
いいね。静かに力強くだからね。で最後の方だと、未完成の11人、そしてジャムと共に紡がれる今までとこれから、これは彼らの本当の始まりの物語。いや、これが本当の始まり、今からが始まりなんだね、やっぱり。ってことはやっぱりあの有観客ライブが、まあ、ある種のスタートっていうか区切りっていうか、なんつうんだろう、そういうことなのかな。まあでもそういうつもりで監督はね作ったんだろうね。確かに、やっとここからみたいな感じなんかな。なんか日経エンタのインタビュー記事でも監督にもさ、まあ、インタビューというか、まあ、2ページぐらいあってさ、やっぱこのライブ、11月のライブは最大のトピックだと思いましたって言ってたから、やっぱそこに焦点絞って作ってったっていう感じだもんね。なるほどなるほど、いいね、軸となってるんかな。なんかさらにね、そもそもこのドキュメンタリーが会いたいけど会えないみたいな関係だったじゃん、有観客やるまで。そうだね。だからそれがすごいある種ロマンチックみたいな。あー、はい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 、そう、なんかそういう当のさ、ジャムと JO1 はめちゃめちゃ大変だったけど、でもすごい壮大でロマンチックなストーリーはないよなって思ってるんですって監督言ってるんよ。でもマジで有観客できてよかったね、本当に。そうだよね、だってすごいよ、だってもうめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、2年間ぐらい会えない遠距離恋愛みたいな。あー、そうだよね。だってオンラインとかそういう画面通してではいろいろね発信してくれたりとか、まあ、会ってる感じだったけど、実際に会うのはってことだもんね。いやー、なんかこれさ、なんか前回の日経エンタでも言ったけどさ、本当にこの後さ、もうみんななんかたくさんライブやってほしいね。それでいっぱいジャムやってさ、花道歩いてほしいね、結局。いやー、そうだね。なんかこのやっぱ会えなかった、だからもう本当にデビューした時からね大変だった、でコロナ禍になってっていう、もう本当に苦難の道だったけど、だからこそ作られたストーリーというか、もうだからこその描ける、なんて言うんだろう、未来っていうか、やっぱ JO1 ならではっていうか、なんかもうそこをマイナスもプラスにするみたいな、ちょっと何言いたいか分からんけど、なんかこれが JO1 みたいな、 JO1 ならではの美しさっていうか、なんだろう、特別な感じはするよね。特別だね、これは。でこの映画の予告でさ、なんかその曲が流れて、新曲が流れて、でいたからのラでさ、なんかマメちゃんとルキがハイタッチっていうか、手をパッてなんか、ね、触れ合ってる感じの絵で終わるんよ、なんか曲のが、あの一瞬映る感じのやつでしょ。そう、あそこもなんか美しいっていうか、いいよね。キータロさんのいいよねいただきました。そう、うまい、編集がマジでうまいね。ちょ、プロだからそんなこと言っちゃいけないんだけど、もううまいんだろうけど。そう、なんかそう、すごいよ、なんかいい、全てに意味があるんじゃないかと思ってさ、深読みしちゃうよね。で今回はさ、この予告と同時に前売り券が発売開始になったからさ、なんならプレミア試写会にご招待だからさ、会えるやつですよ、JO1 登壇って書いてあるから。やば、え、これ絶対行きたいやつじゃん。そうそうそう、うちらさ NMB のドキュメンタリー映画舞台挨拶行ったよね。行った行ったよね、懐かしい、道頓堀を泣かせてくれ行ったよね。もうさ、これ知らんか、知らん人にはすげえわけわからんワードだけど、六本木に行った行ったよね。その前にエッグベネディクト食べたよね。食べた。それもさ、なんかもちろんさやねとかミルキーとか、ミルキーいたっけな、まあなんか登壇してて、そこにさ HKT のサッシーとか、多分さくらとかいたような気がするよね。いた、なんか HKT もドキュメンタリー映画やってて、なんか急遽 HKT も来ましたみたいな感じだったよね。いやでも今回は JO1、 それはでも JO1 全く関係、急遽来ましたはないよ、JO1 にはちょっと関係なかったね。そう、でもなんか JO1、まあ、全員来れるかちょっと分からんけど、コロナ禍でさ多分人数制限あるかもしれんから、いやでも見れるチャンスだし、なんか見た後に会えるじゃん、ああいうのって、ねえ、いいよね。いいね、もしかしたら始まる前かもしれないし。あー、そうだね、そうだね、いいね、なんかそうだね、いいね。だってこの、まあ、もし見た後だったら、あのシーンは実はとかさ、補足とかしてくれるかもしれんもんね。ああ、そうだね。でさ、ドキュメンタリーってさ、まあ、我々好きだってさっき言ってるけど、まあ、そもそもほとんどファンのためのものみたいなところあるけど、なんかドキュメンタリーだったら見てみたいみたいな、なんか J1 はそこまで知らないけど、なんかドキュメンタリー好きだから見たいみたいな人はさ、結構いそうじゃん。
ああ、いると思う、いると思う。しかもなんならさ、話題になればなるほど、そういう新規の人がさ、もう新規たくさんついてくれんかなと思っとるから。しかもやっぱりそのジャムってやっぱ SNS とかも強いし、結構もう広めてくれたりとかもしそうだしね。なんかそもそも目につく機会絶対増えるよね。こういうドキュメンタリーでよかったとかさ、楽しみだね、公開が。いやそうだね。しかもその映画の宣伝とかでいろんな番組とかも出るかもしれんしね。うわー、そうだわ、出ますわ。そうだね、飛べるから歌ってくれるよ歌ってくれるね、多分。まあだからさ、 JO1 の未完成が楽しみだよね。そうだね